中行は中国の継書の一つ。皇居に義して十作せられ、十八章からなり、その証明も皇居に章をしている。日本においても江戸時代の元禄二年に宇都宮都南の抜群を奏したものがある。内容はその代の通り、主君に仕えるただたかの道、ただ道を解説した経典である。一般には皇居はよく知られているものの、 中行の方はあまり知られていない。総主芸文史に初めてバトール中教育館がロックされた。著者はバトールとされるが、このバトールを有名な五冠の儒学者であるバトール都市。彼ならば皇共の中も作っているため、中行のバトール女も五冠南都大衆馬トール戦と記された。千徳年間に民の藩明をはじめ、 これを来参する女を作って普及するものも生じたが、かえって広大の交渉化をして、五冠のバトールの著録に、中行がなく、追悼の形跡芸文史にもその名のないところから、おそらく東大や壮大に、大中、バトールの名を借りて作られた儀書ではないかと推定されたために、世にはんじられなくなった。しかし、真の提案は、バトールは、五冠のバトールではなく、壮のバトールで、壮大の、 数分層目の中に、功能教一貫場通る線とあり、また、修行序文中に、新通るは、岩屋の新とあるよりしても、修行の作者である、場通ルは、功能業の著者であり、当の忍者であった方のバトールに相違ないと、推理している。さらに提案は、本文には、当の皇帝の意味なさけて使われた文字があり、例えば本文中にある、昔在死理は、当の構想の名である、 おを避けて、いたりちとするところを、しりとし、町人というのは、体操の名である、民を避けて、町民、とするところを、町人としたのだろうと交渉している。出典、少々世論、ありがとうございます。